メリカインビクタ、その団体でアトム級チャンピオン、日本人で初めて、また来ますかね、今日に輝きました。いきなりの壮絶な打撃戦を繰り広げた両者です。第2ラウンドが始まりました。さあ右をまず出してきた浜崎、そしてボディ、こちら正面ですね、はい、上下の打ち分けを浜崎が伏せています。向かって右側がライジンのチャンピオンです、浜崎彩香。この両者は3度目の対戦、過去2度浜崎はこのハムゾヒを破っています。そこから8年の月日が流れました。3度目の対戦、キックを手で払っていった浜崎彩香、ちょっとスイッチしましたね。ここは小坂さん、浜崎が今オーソドックスに構えています。右ハイ、藤井さん、さっきからハムソフ選手が右手で相手の手を掴むのがちょっと気になるんですけれど、はい、あれは何か効果あるんですか。あれも距離を 取りたいんですよね、あそこからね。ダウンを奪った、足を取った、そしてここからパウンドを落とす。わー、ノーパンチ、すごいタイミングで手札できましたね。浜崎の時間帯、あ、これはちょっと綺麗にちゃんとパンチをした方がいいと思いますよ。下から浜崎が浜崎の左手を取ります。あ、3角締めに下から、三角締め、足を三角のように浜崎彩香の首に浜崎が足を巻きつけていきました。ただプレッシャー前にかける状態ではあるので、そうですね、はい、頭上げながらプレッシャーして相手を肯定させるぐらいの勢いで潰していた方がいいと思います。浜崎選手はこの背中の力が強いんで、ここからだから肘も入れていく韓国の押し、ハイマニアハムソヒ、無理に気にするんじゃなくて相手をずらす、ずらしながら仰向けにさせられるといいですよね。今日は同じく英雄選手、同じジムの後輩であるデューナが見事なリベンジマッチを返してきて、そして絞り上げていく、ハムソヒが絞り上げていく、そしてエスペルできるか、まだ絞ったとして、まだそうですね、肘を張って肘を張って肩を出していくと呼吸がしやすいと思います。唯一の中に入らないことですね、中に入らない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 、ここは接触的でしたから、出てきますね、出てきますね、危ないですね。これ勝本さん、じわりじわり効いてきそうですね。これ今日はちゃんと隙間を作ってますね、阿部拓選手は。はい、今日坂さん、この状況っていうのはいかがですか。もう何もついて、はい、動きを止めてもいいと思います。はい、三角捉えた状態の肘打ちってすごく厳しいんですよ。今浜崎選手は左で相手足の後ろを隠して、はい、で三角締めをディフェンスしてるんですけど、あと肘をもらってしまう、踏まえてしまうんですよ、こうやってね。だからこのタイミングで絞られないように気をつけながら、いや、でもちょっと決めたんで、今度は腕、浜崎が戦略を変えてきた。三角の体勢には持ったまま、今頭をもうコーナーで、はい、相手の首 が、はい、首が曲がるように押さえつけて、はい、いいですね、そもそも足で踏みつけた、これハム、ね、ハム選手、ここはハムソキが決めに行ったと。ハムソキ選手のこの、ね、足のフックもね、強いのでなかなか切れないと思いますね、はい、結構きついと思いますよ。さん、ハムソキの心境としてはいかがですか。頭の位置ずらしながら、体を丸められないようにね、したいんだと思います、はい。これはロープ内に今ハムソヒの状態が出ている。引っかかると状況が困難、はい、で多分続行だと思うんですね。大阪がなかなかなかに戻る。かなり長時間浜崎が締められている。だいたい動いてはいるんで、呼吸はできてると思うんですよ。はい、動いてはいるんで。ただでも劣勢なのは変わりじゃないですよ。頭割れますよ。肘で頭割れますよ、これ。手で覆うように頭を防御している。これは頭頂部に基準が食い込んでいく、めり込んでいく、逆にちょっと中に入れながら、はい、ディフェンスを入れた方がいいですね。ここは体勢が入れ替わりました。あと40秒、逆にこうなるとまたちょっと浜崎選手は厳しいんですけれども、主導権はこのラウンドは潰した方がいいですね。肩また呼吸しながら、あ、この肘やですよ、肘がきついですよ、強いですね、かなりダメージは残りそうです。また的確に同じところ狙ってきてますもんね、これがハム
ています。スイートデカレー。